あら、岡左衛門さん、こんにちは。今日は何の手続きですか？あ、児童手当の現況届ですね。ではマイナンバーと本人確認の書類をお願いします。あらあら、岡左衛門さん、せっかく取得した個人番号カードを忘れちゃったみたいですね。マイナンバーが必要な手続きでは、マイナンバーの確認と本人確認が必要になります。個人番号カードをお持ちの方はこれ1枚で確認が可能です。左衛門さん、こんにちは。今度はちゃんと持ってきていただいたんですね。ありがとうございます。では個人番号カードをお預かりいたします。マイナンバーは社会保障や税、災害対策の分野で利用されます。このような手続きの際にはマイナンバーが必要となります。例えば児童手当や介護保険の手続きなどに必要です。ただしレンタルビデオ店などでマイナンバーが必要になることはありません。むやみに人にマイナンバーを教えないように気をつけてください。詳しくはマイナンバーで検索、もしくはコールセンターまでお問い合わせください。